はい、どうもゆうくんです。今回も、いろんな車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。さあ、ということでですね、今回は、まあ、誰でも、知っている、あの大人気車種を、紹介したいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら、スズキジムニーでございます。はい、まあ、ジムニーもね、結構、まあ、長いというか、まあ、結構、まあ、ロングセラーな、モデルなわけなんですけど、まあ、この、JB23 型になってから、まあ、かれこれ大体20年ぐらいですね、生産され続けてきた、モデルで、もう日本でも、まあ、世界でも、まあ、知らない人はいないんじゃないかというぐらい、まあ、大人気な、モデルとなります。で、まあ、ここに、書いてある通り、まあ、リアル 4x4 スポーツということで、まあ、アクロ走破性に、まあ、特化した、モデルとなります。まあ、もちろん、まあ、オンロードでも、十分いけるんですけど、まあ、特に、まあ、オフロードの、走行性能に、まあ、特化したモデルとなります。でですね、まあ、装備は、まあ、このようになっております。まあ、上級仕様の、XC ですと、まあ、ルーフレールとか、フォーグランプとか、あとは、まあ、まあ、16インチの、アルミだったりとか、まあ、カラードの、サイドアンダーミラーとか、いろいろ、つきますし、あとは、まあ、全面、UV カットガラスと、なっております。まあ、XC と、まあ、XG がありまして、まあ、XG ですと、まあ、上級仕様となりますね。で、まあ、メカニズムにしましては、やっぱり、まあ、アクロ走破性が、非常に高いということなんですけど、なぜかという言いますと、この、ラダーフレームですね、まあ、頑丈な、ラダーフレームを、まあ、フレームに採用していて、でそのこの、まあ、ラダーフレームの上に、まあ、ボディが乗っかっているという、構造になっているので、まあ、このように、まあ、岩場とかも、走行したとしても、まあ、ボディに影響が、少ないということ で万が一、まあ、横転したとしても、まあ、普通の、車ですと、まあ、ちょっとボディとか、まあ、フレームが歪んじゃったりとかして、まあ、廃車になっちゃうとか、そういったことが、まあ、多いんですけど、まあ、その、このジムニーは、まあ、この、ラダーフレーム、採用していることによって、まあ、ボディに対して影響がないので、まあ、横転したとしても、まあ、普通に、走れるということになっております。はい。で、まあ、この、最低地上高もね、結構高いですし、まあ、この、まあ、ホイールベースもね、まあ、まあ、ロングホイールベースを採用してたりとか、します。はい。で、エンジンが、まあ、DOHC の、インタークーラーターボを、採用してます。この、エンジンもね、JB23 ですと、まあ、ずっとこの、メカニズムとなってますね。で、このモデルですと、まあ、2駆と、まあ、4駆、そして4駆の、ローの、まあ、切り替えが、まあ、簡単に行えるということになっております。で、まあ、2駆と4駆のハイですと、普通に走行してても、まあ、100キロ以下で、切り替えができるんですけど、4駆のローですと、まあ、必ず、停止して、切り替えを行わなければならないということになります。あとは、まあ、サスも、このような形状になってます。なんか、ジムニーって聞くと、まあですね、まあ、YouTube 見てても、まあ、有名 YouTuber の、方から、まあ、いろんな方が、まあ、なんかジムニーで山走ったりとかしている、まあ、動画をアップしてて、まあ、まあ、その様子、まあ、僕も面白くて見てるんですけど、やっぱいつかジムニーを乗ってみたいなって、思います。で、まあ、基本的な構造は、こういう構造なんですけど、まあ、今は、まあ、このジムニーをベースとした、まあ、コンプリートカーも、
まあ、いろんな、企業さんから、出てますので、まあ、新車で、この、レース買って、まあ、カスタムしていくっていうのもありなんですけど、最初からまあコンプリートカーといって、まあまあ、なんていうかリフトアップされているモデルとかも、まあ多く出回ってますので、まあ最初からまあ、入門として、そちらを選ばれるのもいいんじゃないかなと思います。で、車内の構造が、このようになってます。まあ、シンプルでいいなと思うんですけど、まあ操作性にも、まあ、優れた、感じとなってます。で、まあ、メーターもこんな感じで見やすいですし、あとは、まあ快適装備という、まあ、エアコンとか、まあCD プレイヤーとか、ね、そういった、のもラインナップされてます。で、4速オートマと、マニュアル、まあ、5速マニュアルですね、が、ラインナップされてますので、まあ いろんな人に乗っていただけるようになってますね。はい。で、まあ、収納なんかも、まあ、ある程度用意されてますね。で、室内はこのようになってて、シートアレンジがねこんな感じになってます。まあ後ろの座席ちょっと狭そうかなっていう感じなもしなくはないんですけど、まあ大丈夫なのかなと思います。で、まあボディも、衝撃吸収ボディとなってますし、あとはまあ前席3点式シートベルトを左右しているみたいですし、あとはですね、運転席助手席の、まあエアバッグが、全車標準装備となってます。あとはまあ ABS とかねも、ちゃんと、ついてますし、マニュアル車ですと、まあクラッチ踏み込んでないと、エンジンがかからないように、なっております。で、まあ、グレードのラインナップが、上級モデルですと XC で、廉価版ですと XG と書きます。で、主要装備表が、このようになっています。で、裏には、主要所限表と環境情報、そして、車体の寸法なんかが、書かれております。ということで、今回は、まあ、ロングセラーな、まあ、大人気モデル、大人気、クロカンマシンですね、スズキジムニーについて、紹介しました。まあ、ジムニーもね、まあ、ロングセラーなんですけど、まあ、そろそろと、まあまあ、2年ぐらいで、まあ、フルモデルチェンジされるとか、まあ、されないとか、そういった、まあ、噂もあるんですけど、まあ、いずれにせよこういうなんかスタイルですし、まあ、こういう、まあ、オフロードに特化したそういうモデルですので、まあ人気は高いんだなと、思います。はい。で、あと、まあ、軽ですので、まあ、維持費も、まあ、割と安いかなと思うんですけど、何せ、まあ、タイヤが、まあ、大きめなので、まあ、タイヤ代ちょっと高くなるかなと、そういった、まあ、思いもあるんですけど、いずれ、まあ、十分、まあ、なんか レジャーとかもね、楽しめる車だなと思います。カタログの内容と、話の内容、まあ、異なる表現等あったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しい点もあったと思いますが、その点もご了承ください。チャンネル登録、そして Twitter のフォローも、ぜひぜひよろしくお願いします。また、まあ、サブチャンネル的な要素も含めた、ゆうくんパークという、チャンネルも、運営しておりますので、そちらもよろしくお願いします。 Twitter の、アカウントと、まあ、ゆうくんパークのリンクは、説明欄の方に貼っておきます。ということで、ゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。